一から学ぶ高校受験数学。今日は中1の四則混合計算丸1、計算の順序っていうのをね、やっていきたいと思います。早速ね、タイトルでちょっと難しいね、四則混合っていうね、言葉が出てきたんだけど、これどういう意味かって言ったら、四則っていうのはね、実は4つの計算のことです。その通り。これは掛け算割り算、そして足し算引き算、この4つをまとめて四則、4つの法則って意味でね、四則と言うから、この言葉ね、ぜひ覚えておいてください。定期テストとかでもね、よく出ますので、漢字で四則覚えておきましょう。そしたら、この掛け算割り算、足し算引き算とかが混じった計算問題、今日やっていくんだけど、これって小学校の時もやったことあるよね。そうだよね。で、その時に大事だったのが、計算の順番覚えたと思います。みんな小学校の時の習った計算の順番覚えてるかな？そうです。最初にやるのは括弧だったね。そしてその次が掛け算割り算。そして最後に足し算引き算をやるよと習ったと思います。中学校になっても基本的には同じなんだけど、ちょっとだけ変わるところがあるから、これね、ぜひ計算の順番改めて覚えておいてください。まず一つ目、一番目にやるところは、最初は小学校と同じ括弧を計算しましょう。そして2番目、ここがちょっと変わるから気をつけてね。2番目は以前やった累乗になります。2番目が変わりました。2番目はね、累乗。そしてね、3番目が掛け算割り算。そして最後が小学校と同じ、最後は足し算引き算という順番になります。この2番目以降がちょっと変わったからね、ここだけみんな気をつけて覚えておきましょう。じゃあ早速ね、このことを踏まえて、ちょっと簡単な例の問題やってみようか。マイナス2たす4の2乗かける5を引く2。はい、この計算問題ね、引き算とか掛け算、そして括弧とか累乗があるよね。さあ、どこから計算するか確認していこう。そうです。最初にやるのは括弧の中だったね。つまり、最初にやるのはね、このマイナス2プラス4。これを計算してください。こんな風にね、慣れないうちは、最初に計算するところ、こんな風にね、アンダーラインを引いて、しっかりね、自分でもここを計算するんだっていうのを意識しながらやるようにしてください。じゃあ、まず、マイナス2、プラス4だね。当然、マイナス2足す、プラス4のことだったよね。計算すると、これが、プラス2、つまり、2となります。はい、赤線のところ計算すると、2となりました。はい、つまり、ここ計算して2となったから、2の2乗、かける5を引く2と。はい、残りはなります。じゃあ、この後計算するとこはと言ったら、うん、括弧は計算したから、次は累乗だよね。累乗。つまり、2の2乗を計算してください。つまり、2を2回かけるんだから、2×2 のことだよね。そうです。2×2。はい、計算すると、当然、4となります。はい、ということで残ってるのは、あとは 4×5 を引く2だね。あとは掛け算引き算なので、そう。次にやるのは、はい、掛け算です。アンダーライン引いてね。掛け算計算すると、4×5=20-2だよね。最後、20-2計算して、18ということです。いいでしょうか？こんな風にね、しっかりと慣れないうちはね、計算するところ、アンダーラインを引いてチェックしていって、丁寧に丁寧に計算するようにしてください。慣れてきたらね、もう空いてるところにパパッと計算してね、すぐにできるようになると思うんだけど、慣れないうちは丁寧にやっていってね。じゃあ、早速例題の問題ね、やっていきましょう。例題、括弧の1番。マイナス5を足す、括弧、マイナス2の2乗、引く8、括弧閉じ、割る4。うん。今回計算するのももちろん、そう、括弧の中から計算するんだね。はい、括弧の中見ましょう。括弧の中見ると、マイナス2の2乗を引く8っていう風に、累乗と引き算があるよね。そうです。もちろん計算するのは、括弧の中でも、累乗から計算するんだよね。ということで、この累乗、計算しましょう。はい、マイナス2の2乗。はい、これ間違いないようにね。今回、この累乗の前には括弧ね、ついてないから。これは2回かけるのはそう。2を2回かけるんだね。
2を2回かけて最後マイナスをつけましょう。つまりこれ計算するとね、マイナス4となります。はい、ということでね、カッコのこの赤色の線の累乗計算するとマイナス4となりました。はい、ここまでいいかな。そしたらその次は、そう、もちろんカッコの中、あとは引き算ね、これ計算するんだね。マイナス4引く8、はい、これは当然マイナス4足すマイナス8のことだから、計算するとそう、はい、引き算ね、ここ計算するとマイナス12だね。はい、割る4ということです。そしたらその次、はい、残ったのは足し算と、そして割り算だね。はい、もちろん計算するのはそう、割り算です。はい、マイナス12割る4、計算するとそう、マイナス3だよね。はい、そして最後です、マイナス5足すマイナス3、はい、計算してマイナス8ということで、答えはマイナス8です。できたかな。じゃあこの調子でね、カッコの2番もやってみよう。カッコに20引く、なんか変なマークがあるね。これカッコと読みます。カッコマイナス2の3乗引くカッコ3マイナス7カッコ閉じ、またカッコで割る2。今回、はい、新しい記号が出てきました。これ不如輪マークね、これ何ですかこれってね、思う人いるかもしれないけど、実はね、このね、ふにょりんって書いたマークも、こっちと同じ、このカッコと同じようにね、カッコの意味なんですよ。で、このヘンテコリンなカッコのマーク、じゃあどういう風な計算の順番でやるかって言ったら、はい、これ覚えておいてください。カッコね、このヘンテコリンなマークと普通のカッコあるけど、計算の順番はね、普通のカッコを計算して、その後、はい、このふにょりんマークの括弧を計算してください。ちなみにね、まあ、これ正式にはもちろんふにょりんマークとは言わないんだけど、これはね、中括弧と言います。中括弧。いいかな？これのことはね、よいしょ。こいつのことを中括弧と、まあ、言うから、ぜひ覚えておいてください。ちなみにね、なんでこんな変なマークね、出てくるんですかって言ったら、これ、まあ、普通の括弧のことと同じなんだよ。普通の括弧とね、全く同じなんだけど、これ普通のカッコで書いちゃうと、うん、ここがね、ダブって、カッコのマークが同じマークでね、ダブって見づらいよね。だから、見やすくするために、中カッコ。こういう風なね、ふにょりんマークを書いてるだけです。意味としては普通のカッコと同じ。いいかな？じゃあそしたらね、はい、計算やっていきましょう。もちろん最初にやるのはカッコです。カッコでも普通のカッコから計算してください。はい、3マイナス7。はい、3足すマイナス7のことだよね。計算すると、そう、ここはマイナス4となるよね。はい、ということで、よいしょ。はい、ここの部分計算した式書くよ。はい、ここがマイナス4となりました。はい、できたかな？はい、そしたら次。次に計算するのも、そう、もちろん。次は、普通の括弧終わったから、中括弧のとこだよね。中括弧の中見ましょう。中括弧の中見ると、そう、累乗と引き算があるよね。もちろん計算するのは、そう、累乗の方からです。はい、マイナス2の3乗です。マイナス2の3乗。そう、当然これもね、3乗の前に括弧ついてないから、これは3回かけるのは2だけ3回かけてください。2×2×2。2を3回。そしてそれにマイナスをつけるんだよね。はい、ということでこれ計算するとマイナス8となるので、ここの部分マイナス8と書きましょう。いくよ。20引くマイナス8引くマイナス4割る2だね。はい、いいでしょうか。そしたら次です。はい、もちろん次もね、はい、この中括弧の続きやっていきましょう。残ってるのはもうこの引き算の部分だけだよね。はい、引き算計算します。引き算の計算の仕方覚えてるかな？そうだね、引き算は足し算に変えて、もう先生上から書くね。引き算を足し算に変えて、後ろの符号マイナスをプラスに変えてください。はい、マイナス8足すプラス4、計算するとマイナス4だよね。はい、ということでこの赤い線のところ計算すると、はい、マイナス4となりました。はい、割る2だね。いいかな？そしたら次、あと残ったのは引き算と割り算だから、もちろん次は割り算の方だよね。
よいしょ。はい、マイナス4割る2。マイナス4割る2。いいね。計算すると、マイナス2だよね。はい、そして最後です。最後、20引くマイナス2。はい、これも引き算だから、引き算は、そ、足し算に変えて、後ろの符号を反対にしてください。つまり、20足すプラス2。ね。計算すると、22となりますので、答えは22が答えです。できたかな？じゃあ、いよいよ最後です。カッコ3番。マイナス4分の3の2乗割る、カッコ2分の1引く5分の1。はい、今回もね、累乗と、まあ、カッコの部分があるから、そう、もちろん計算するのは、カッコの方から計算しましょう。はい、カッコの中、2分の1引く5分の1。分数の引き算だね。そうです。小学校の時に習いました。数分。今回は、2と5の分母をね、10にしてください。2分の1は10分の5。5分の1は10分の2だね。はい、引き算して10分の3となるはずです。はい、書いていきましょう。マイナス4分の3の2乗割る、はい、10分の3となりました。いいかな？そしたら次、計算するのは、そう、累乗と割り算残ってるから、もちろん累乗からだよね。マイナス4分の3の2乗ですから。2回かけるのはマイナス4分の3を2回かけるんだよね。はい、こっちに書いていくね。マイナス4分の3を2回。マイナス4分の3かけるマイナス4分の3。はい、計算しましょう。計算すると、プラス16分の9だね。はい、今回約分できないからね。分母分子そのままかければ OK。はい、ということでね。まあ、プラス16分の9だから、もうプラスは省略してね、16分の9って書いておくね。割る10分の3。はい、あと少しです。次、分数の割り算。はい、分数の割り算はもちろん掛け算に変えて、後ろの分母を、分数を逆数にするんだね。はい、最後、分数の掛け算、計算しましょう。約分2でどっちも割って5と8。3と9、どっちも3で割って1と3だね。はい、分母が8と1残ったのでかけて8。分子が3と5残ったのでかけて15。はい、ということでね、答えは8分の15ということになります。いいでしょうか？四則計算、最初のね、慣れないうちはちょっと難しく感じてしまうかもしれないけど、慣れないうちは、さっき言ったようにね、丁寧に計算するとこ、こういう風にアンダーラインを引いてね、どこを計算するのかっていうのをしっかりチェックした上で、丁寧に丁寧に一個ずつやっていってください。慣れてきたらどん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 スピードもついてくるからね、最初の時は焦らなくていいから、丁寧にやることをね、まずは心がけましょう。そしていつも通りこの動画の概要欄から授業のプリント印刷することができるから、まだ印刷してなかった人はぜひ印刷してね、自分でも解けるかどうか確認をよろしくお願いいたします。そして今回の授業、ぜひ役に立った、分かりやすかったという場合、高評価ボタン、もしくはチャンネル登録、コメントいただけると、毎日配信の本当に私の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、次回の授業ではですね、四則計算丸2ということで、次はね、分配法則っていうね、計算をめっちゃ楽にしてくれる、とっておきの法則を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、そちらもぜひ見てください。ということで、次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。